公安から見た昭和史っていうコンセプトを思いついて、これはいけるだろうと思った。でも何かが足りない、もう一つ欲しい。あ、そうだと、角絵だと、角絵を縦糸にしてみようと、思いついたのが、初期段階だったわけですね。その人間像にやっぱ惹かれるわけですよ。当時の政治家と今の政治家がどう違うのか、昨今の角絵本のブームとか、なんでそういう現象が起こってるのかみたいなことはいろいろつながってくるわけですよ。昭和っていう時代を体験することによって、それがこういかにこう現代に結びついているか、もう平成なんかなかったんだと、それは平成の終わりではなくって昭和の終わりなんだと、もう過去の事件を調べれば調べるほど、それがもう明確に見えてくる。今と同じじゃないかと。で、なんで日本人はそれでいいと思ったんだと。じゃあその先にどういう時代が来るのか、あんまり楽観はできないな。特定の政治的主張は特にない。ある意味時代と並走しつつ、また別の意味では時代に抗いつつ作品を書いていくしかないんで、その中で、物語としてフィクションとして、味わってもらえればいいかなと思ってます。今回の作品はもういろんな意味で、自分にとって特別な作品になったと思ってます。いろんな歴史上の事件に対するこう意識が変わった、時代が追いかけてくると後ろからもう肩を叩かれているような気分である。今回は過去を振り返る、作品でもあるので、実際に着手してみると、過去のそういういろんな事件がいかにこう現在と、分かち難く結びついているかっていうことを強烈に思い知らされまして、本当にこう自分にとって得難い体験だったというのは、執筆中に平成が終わるっていう、オウムの死刑囚がこうバタバタと死刑執行されると、同時代的なものを取り込んでいくっていうのは、実にスリリングな、感覚でした。読者の皆さんにおかれましては、スリリングな時代感覚っていうのを楽しんでいただければ、その意味においてもこれまでの作品とはちょっと一線を画した面白さに満ちているのではないかと思ってます。新たなるフィクションとして、本書を楽しんでいただければ幸いです。ありがとうございます。